お元気ですか、ボクシメです。今回は2024プロ野球チップス第1弾開封動画第6回目でございます。それではね、早速やっていきたいと思います。今日は10袋やっていきたいと思います。それでは始めたいと思います。それでは6回目の1袋目でございます。横浜 DeNA ベイスターズの山崎康晃投手でございます。阪神タイガースの大竹耕太郎投手でございます。2袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの牧原大成内野手でございます。オリックスバファローズの紅林幸太郎内野手でございます。3袋目でございます。本塁打王の千葉ロッテマリーンズのグレコリーポランコ外野手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎内野手でございます。4袋目でございます。で、盗塁王の、東北楽天ゴールデンイーグルスの小深田博人内野手でございます。カードでございます。北海道日本ハムファイターズの加藤貴之投手でございます。5袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの田中正義投手でございます。千葉ロッテマリーンズの種市敦樹投手でございます。6袋目でございます。で、キラカードが出ました。埼玉西武ライオンズの中村武也、内野手でございます。キラでございます。で、広島東洋カープの森下雅人投手でございます。7袋目でございます。埼玉西武ライオンズの平海馬投手でございます。読売ダイアンツの門脇誠内野手でございます。9袋目でございます。で、キラカードが出ました。福岡ソフトバンクホークスの有原航平投手でございます。元、ファイターズでございます。読売ダイアンツの吉川尚輝内野手でございます。で、9袋目でございます。さっき8袋目と言いましたけどね、9袋目の誤りでした。失礼しました。で、またキラカード出ましたね。千葉ロッテマリーンズの中村翔吾内野手でございます。で、北海道日本ハムファイターズの野村佑希内野手でございます。最後の、10袋目でございます。で、打点王最多安打の横浜 DeNA ベイスターズ牧秀悟内野手でございます。で、最後は阪神タイガースの青柳晃洋投手でございます。はい、
以上で2024プロ野球チップス第1弾開封動画6袋終わりたいと思います。6回目終わりたいと思います。大変失礼いたしました。今回はキラカード、3枚出ました。でまたね、ラッキーカードと白菜カードは出ませんでした。今度こそね、白菜カードは無理だとしてもね、ラッキーカードは、出るように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。またですね、プロ野球カード、3箱、購入しておりますので、届き次第開封動画として上げていきますので、よろしくお願いいたします。またサブチャンネル僕の料理チャンネルでは夕飯動画、試食動画で気まぐれでやってますチョコボールチャレンジを上げておりますので、もしよかったらそのチャンネルの方もよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。